はい、パラリンピック開幕しました。ちなみにこれね、マスコットキャラのソメイティですね。ちなみに私はですね、あの開会式を全く見てないです。今回の話題はですね、実はもう去年の記事なんですけども、京都市の受楽保育所民営化の原因は美少女フィギュアというね、自転車の記事で、概要欄からねリンク貼ってますので、ぜひこの記事ご覧になってください。で、今更この話をするのはですね、こういう記事がね出てます。ニーズがないので保育所を廃止します。京都市から届いた突然の通知に保護者困惑。これ MBS ニュースですね。概要としてはもう言ってみればね、公営の受楽保育所を廃止するのはけしからみたいな話で、こういうニュースはね今年に入ってから何度か流れてるんですよね。ただそこでなんかね、かたくなにメディアが報じないのがこの話題なんですよ。あの去年ね、実はまあ NHK なんかはちょっと報じたんですけども、その公営の保育所を民営化しますと、で民間の企業に委託するっていうことまで決まってたんだけども、その企業がね一部の保護者の横やりで辞退しないといけない羽目になって、それで頓挫してるっていうのは今の状況なんですよね。だから京都市は別にね、最初から廃止ありきだったわけじゃなくて、廃止させないための努力をしてたんだけども、それが保護者の横やりでもうグダグダになってしまったっていうことなんですよ。だけどそのことはなんかね、もう今年に入ってからもう固くなにメディアが報じないんですね。で何があったかっていうのは、この自転車の記事を読んでいただければもう大体書いてあるんですけども、世界人権問題研究センターのね、元研究員だった保護者がですね、受楽保育所のその民営化の受託をするキラキラ福祉会の関連会社、関連っていうのはね、具体的にはこの福祉会の代表の人の配偶者が代表になってる会社、株式会社ボークス。これはね、フィギュアなんかが好きな人はすごくよく知ってる会社だと思います。そこが美少女フィギュアを出してることは性的搾取だとか言ってですね、そういうイチャモンをつけるようなもう長々とした文章を出してね、その文章ね全部読み上げようかと思ったんですよ。ものすごく長くてですね、こんなん全部読んでたらキリがないんで、概要だけ説明すると、こう結局本郷さん何を書いてるかっていうと、その美少女フィギュア作ってるのは嫌だからとか、そういうことじゃないんだとか言ってね、なんかあの女性の権利だとかね、そのあと子供の権利だとか、そういうのをなんか国連がどうだのこうだのっていうことを長々と説明してですね、会社を攻撃してるんですね。でこれでこのキラキラ福祉会がもう嫌気をさしちゃって、辞退したっていうことなんですよね。それで民営化が頓挫してしまったと。で記事も書いてるんだけども、受楽保育所の保護者なんかが、じゃあこの本郷さんのこのやり方に賛同してるかっていうと、ほとんどの人はこんなこと賛同してないんですよ。こんなのおかしいと思ってるんだけども、だけどやっぱりまあぶっちゃけ人権とかこういうことになると、やっぱ童話絡みの話なんで、もう怖くて言えないと。よく SNS とかでね、なんかこの保育園の廃止反対とかね、あとはこういう取材に答えてるような人とか、こういうのはやっぱ活動家だったり事情を知らない人ですよ。事情を知ってるもうまともな保護者はこれはおかしいんだけども、ちょっともう怖くて言えないわっていうような状況なんです。でここからがね、この動画オリジナルの話なんですけども、じゃあなんでねこういうことが起こるのかっていうことなんだけども、まあぶっちゃけると、この受楽保育所っていうのはいわゆる童話保育所です。あの童話対策のために、その童話地区のために作られた保育所ですね。でそういう保育所っていうのがね、他のところとじゃあ何が違うかっていうところなんだけども、やっぱりその童話対策の時代なんかは、それはもう潤沢な予算があって、職員をね加配したりしてたんですよ、保育士を。さらにですね、まあ、今でも続いてるのが、その保育士なんかをですね、その童話とか人権関係のイベントに動員する。例えばね、なんかあの童話保育のなんか集会とか研究集会とか、そういうのがあるんですよ。そういうのに、その公立のね、そのまあ元童話保育所だったようなところの職員っていうのは動員させられるっていうことがあるし、あまあ保護者なんかにもいろいろそういうものがね、配布物が回ってきたりっていうのがあるわけですね。だからその保育所っていうのが、そういう童話とか人権関係の活動に利用されてるっていう実態があるんですよ、やっぱ童話保育所っていうのは。だけどそれを民営化しちゃうと、ちょっとやりたい放題できなくなりますよね。そこでその民営化っていうのは何としても阻止したいっていうのがあったと思います。そんな美少女フィギュアってこんなもんね、ただのイチャモンですよ、こんなの。だけどまあ結局それをやったから、
もう保育所自体がなくなってしまうっていう事態に陥ってるわけで、それは自業自得って言ったら自業自得なんですよね。まあだからこのあたりが京都の闇なんですよね。でこういうことをやっぱメディアが黙ってるっていうのは良くないと思う。こういう背景がありましたっていうことはちゃんと報じるべきだと思うんですよね。これ大々的に報じてるのは本当自転車だけですからね。どんだけその童話バリアすごいんだって思いますよ。だって本当これ税金とかね、この京都の人の生活にも関わる話で、でなおかつやっぱ廃止になった理由っていうのはその人権屋さんのイチャモンだっていうことはこの話の核心なのに、それが全く童話絡みだから報じられないっていうのもね、本当童話バリアっていうのは恐ろしいなっていうふうに思う出来事です。ということでぜひね、概要欄の記事読んでください。